最高にうまいウニの軍艦巻き。 YouTube チャンネル登録者数30万人突破記念に築地で箱ウニを買ってきました。今回は贅沢にお家で箱ウニの軍艦を作っていく。使う海苔は本わさび海苔。軍艦巻きって作ったことないけど、絶対に味付け海苔では作ってないですよね。まあ素人なりに再現していきましょうか。とりあえず5個分作ってみました。毛玉もご飯にしようね。ここに贅沢に箱ウニを乗せていく。美しい光景だ。わさびを溶かした醤油を垂らしていただきます。ウニ特有のクリーミーで濃厚な旨味と酢飯とわさび海苔が最高のマリアージュだ。こんなにうまいウニの軍艦を5個も食っちまうなんて罪な男だぜ俺は。最後に少し余ったウニをカトン豪華滅却焼きウニにしていただきます。こいつは犯罪的だ。うますぎましょいピーポーピーポー。